ヌーのミゲルペレーラレースカは、ポルトガルとスイスのサッカー選手。ポジションは DF。スイスフリブールシュームルテンで、ポルトガル人の両親の、カウマレル。アソシアソン、デスポルティーバレクレアティーバクルトゥラルバスコダガマで、サッカーをはじめ、2003年22歳で、スポルティングクルーベでポルトガルの下部組織に移籍。ユース時代には、リーグ5つを含む合計8つのタイトルを獲得した。 なお、ユース時代には、首相も務めていた。2009年10月4日に行われた、プリメーラリーガで、トップチームのベンチ入りを果たし、翌年3月18日の UEFA、ヨーロッパリーグ2009から10アトレティコマドリード、1000でも、ベンチ入りをした。2010から11シーズンに、チームメイトのレナトネトと共にジュピラープロリーグのサークル、ブルヘに期限付き遺跡。 初年度から32試合にスターティングメンバーとして出場1得点を記録した。2012から13シーズンにプリメーラリーガの SC オリャンセに期限付き移籍し、ポルトガルリーグでの初出場を記録した。2013から14シーズンはスポルティングクルーベでポルトガル B で5ヶ月プレーした後、2014年1月29日に、 再びサークルブルフヘに期限付き移籍した。2015年6月27日に長年所属したスポルティング CP を退団し、スポルティング CP でスポーティングディレクターを務めていたカルロス・フレータスが編成をしている FC メスに2年契約で加入。加入初年度からリーグゥで30試合に出場し、リーグン昇格に貢献したにもかかわらず、 このシーズン限りで、アンドレ・サントスと共に放出された。2016年7月5日に、ギリシャスーパーリーグ所属のパナシナイコス FC に3年契約で、加入、スポーティングディレクターを務めるジウベルト・シューバの推薦があっての加入であった。2018年1月、合計37試合1得点の成績で、退団した。同月28日に、 プリメーラリーが所属のビトーリア・セトゥーバルに2020年6月までの契約で加入。同年9月5日に3年契約で、ブルガリアプロサッカーリーグのレフスキ・ソフィアに完全移籍した。2020年末に退団。2021年1月18日、A リーグのメルボルンシティ FC に3年半契約で加入。一貫して、ポルトガル代表を選択し、U-16 から、 U-21 までの各年代で主力として出場した。U-19 代表としては UEFAU-19 欧州選手権2010に参加した。U-20 代表としては首相として 2011FIFAU-20 20ワールドカップに臨み全試合フル出場、準優勝に大きく貢献した。この大会での実績からエンリケ公会王子、勲章勲騎手を授かっている。 U-21 代表では2011年9月5日に行われたフランス代表との親善試合で62分にジョアン・ペレーラに代わって投入され初出場を記録した。ありがとうございます。